はい、皆さんこんにちは。今日のハーチャンネルはですね、川口春奈が選ぶハーチャンネルベスト。はい、ハーチャンネルで今まで上げた動画の本数はなんと約150本。150本にもなりましたか。今日はですね、過去その出した動画を振り返りたいなと思うんですけども、お題を5つ用意したので、それに当てはまる企画をちょっとこう探しながら私が選んでいきたいなと思っていこうかなと、はい、思います。早速じゃあ最初のお題はですね、一番体を張った動画ということで、なんかね、体を張ったなっていう、大変だったなみたいなのはあんまりなんかないんだけどね。これでも一番最初のマラソン大変じゃないですか。確かにこれみんな褒めてくれない？走ったのよこれ。これを撮ったマネージャーさんもすごいんだけど、ね、なんだろうね、最近だとなんだろうね、体張った、あれはビリビリチョコプラさんとのやつ、はいはいはい、初ビリビリなんて言うんだっけ、低周波。いや、まあチョコプラさんがハーチャンネル出てくれたこともマジで本当最高の思い出になったんだけど、あ、普段芸人さんたちってこんなに体張ってるんだっていうのをちょっと分かれたよね。来てる、うん、来てる、今5です。あ、で強い、うわいや、マジでなんかほら、ちょっとレベルを上げてったじゃない、痛さの。いやいや、いやでもね、いや強い、でも強いですよ。ちょっとお酢いきますよ。マックスいきます。マックス。痛かった。嘘みたいに痛かったよ。本当にびっくりした。続いて、一番楽しかった、盛り上がった。まあ、このね、チョコプラさんとの企画も本当に楽しかったんだけど、楽しかったって言えばもう、ね、全部そうなんだけど、盛り上がったといえば何だろうか。全力坂やりましたね、それ。やりました、あれ最高。あ、いい、じゃあ爆食い、あ、爆食いじゃない、爆買い女にする。ああ、勝手に盛り上がったって、めっちゃ回ってるね、これ222万回も回ってる。すごっ。これさ、まだ1年前なんだね。リアルガチ買い物ですよ、これ買い物、リアルのお店で。はい、最近ね、前回またおすぎが飛んでるから、それはむ人悪いから、煽ってくるからね、逆に。今のレザーどうですか？素晴らしい、可愛いと思う。あ、それこそサーマルにも合うんじゃない、ね、これも着ましょう。着ましょう。あ、可愛い、可愛い、間違いないやつ。買い物企画またやりたいな、うん、これ間違いないです。やりました。俺はもうすごい、もう両手に抱えてる。こんなに普段買わないよ。これは行きましょう。はい、これは可愛いかな、可愛いかな、好きになっても可愛い。チャリンの音やめなさい。でもね、春菜もやっぱ個人的にその見る目線として人がお買い物してるのとかやっぱ好きだもんね、うん、なのでこれはまたやりたいなと思います。一番恥ずかしかったはもうあれよ、最近になっちゃうけど、あれよ、これよ、大骨式のコースで、はい、大骨式マッサージ、7ヶ月前ですね。あるアングルがありましてですね、問題のアングル、問題のアングルがですね、足を同じで立っていた。嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感しかしない、マジで。やばいやばいやばい。それのこちらなんです。なるほど、すみません、これにしましょう。ベストオブ恥ずかしい体勢。すごい、倒しない、体の硬さといいね、この体勢といいね。ダメよ、よく流したね。一番友達が見てくれた、そしてリアクションがあったのってなんだろうな。あー、でもこれかも、先発ルーティーン。あー、いや、マジかって言われた友達に、これ大丈夫なのみたいな。どういうのな、どういうことみたいな。これがね、1年前だ、まだ。風呂場です、お風呂場だって、女優さんで
風呂場で髪洗ってるの撮ってる人いないんじゃないかな。顔最後ね、こう髪長いから水切っとかないといけない。楽しかったな。続いてよく事務所 OK 出した。これさ、逆に聞いてみたい。マネージャーさん的にこれまあやったけどギリギリ悩んだなっていうやつある。特に責めてるつもりはこっちはないからさ。逆にそれ聞いてみて、これちょっと責めた。でもこれもどうなの、この選抜ルーティンも。選抜もちょっと考えましたよね。さっきのマッサージのアングルも結構、そうですね、結構攻めてますよね。あれですよね、あれ切るか切らないかの瀬戸際監督。瀬戸際ですよね。あ、滝際ですよね。通常のバラエティでやるのかっていう。確かに、これ皆さん忘れなく、立木さんですよ。栃木県日光市霧降り高原、この激しい水しぶき、呼吸ができなくなった川口さん。好きになりかけたこの人のこと。本当に息ができないのよ。懐かしい。これは1年前ですね。GoPro 持ってくれちゃってるから、住職さん。で、しかもちょっとまださ肌寒かったよね。10月です。ギリギリよ。ついに立木さん、ありがとう。ついに。これ攻めたってことですね、マネージャーさん。俺が攻めましたね。あともう一個あったのが、入力ひ、お、一人温泉。ああ。ああった。温泉って結構なかなか女優さんの温泉って。それ、結構前。ちょっと、2年前でしょ。ああ、これね。確かに。今日のハーチャンネルは、箱根の、すごく素敵な宿にやってきました。いやー、最高ですよ、本当に。あと、ちょっと上に上げる、見えるみたいな。いただこうかと思います。滝行と、この一人温泉が事務所的にはちょっとギリギリだったということで、でもこれからも安心してください、やっていきますので。以上、はい、ハーチャンネルベストでございました。これからもよろしくお願いします。